はい、中年オタッキーです。カメラが一気に増えまして、フィルムのことを心配になってきたなと、最近だけで、45台ぐらいカメラが増えた計算になりますよね。ジャンクカメラ大量とか、20台カメラいただきましたしね。でフィルムとかで心配と思ってたらね、冷蔵庫見たらフィルムのストックがね50本ぐらいあって全然楽勝でした。トラックの運転手でフィルムのストックがね50本もある人ってなかなか俺ちょっとおかしい人なのかな。まあそんなことはどうでもいいですけど、ほんで前回いただいた、カメラでね、もう早速1台動き出してます。ツイッターではね言いましたけどね、これね、オリンパスのペン FT に標準レンズが、ついたものなんですけど、これね実は本当にね喉から手が出るほど欲しかったんですよ。一眼レフタイプのねそのハーフカメラってなかなか、ないんでね、ハーフカメラやっぱコンパクト、じゃないとダメっていう風潮があったみたいで、これでかいんでねあんまりその売れなかったのかな、値段も高かったんでしょうけど、で今になってね価値が出てるんで、結構ね高値で取引されてるってこともあってなかなかね入手できてなかった。いただけたんでね早速使ってみる。多分これヘビーローテーションになっていくと思うんですけどね。で今日はね同じハーフ、フジカドライブ、フジカハーフと同じカメラですけど、を紹介していく動画にする予定だったんですけど、視聴者さんからのね、写真を、募集したところ結構な数が来まして、多分ね今日の動画、写真をこう紹介するだけで終わっていくような気がします。とりあえずちょっと作ってみなければ分かんない感じですかね。それではちょっとスタートしていきます。はい、それではね、視聴者さんのね、写真を公開していきます。第1号はですね、これハンドルネームというか実名なんですけど、名字だけ紹介させていただきますね。高川さんという方から、ニコン F100 で撮った、写真になります。こちらまず、ご覧ください。はい、ご覧いただきました。ニコン F100 で、ちょっとレンズが、わかんなかったんですけど、フィルムはね、記録用100、富士の記録用100カラーネガですね。で、かなり圧倒的なディテールで撮れてますね。ニコンさんのレンズ、やはり、解像度が高い。っていうのがよくわかりますね。で、これ神社の狛犬の類なんでしょうね。石の表面までバッチリ撮れてると思います。その次いきます。次はね、これ夢旅人さんっていうのかな、から、3枚、紹介させていただきます。それではご覧ください。はい、夢旅人さんの作品。1枚目はね、ちょっとトリミングさせてもらいました。2枚目は、スクエアでバッチリ構図が決まっちゃってて、もうトリミングしようがないんで、そのまま行きました。3枚目は、35mm 版ですね。1枚目と2枚目はね、ヤシカフレックスで、富士カラーのね、プロ160。っていうフィルムで撮ったものなんです。僕このフィルムちょっと使ったことないんですけど、自然な発色ということで、その感じもバッチリ出てますね。それで3枚目は、フジカラーネガの
100で撮って、EOS 650、で撮った写真になります。レンズが何なのかちょっとわかんないですけど、これなかなかシャープに撮れてますね。いい感じですね。ただ曇りだったんで色はちょっと出てないような感じかな。うん。まあでもかなりシャープに撮れております。はい。次が、池さんかな。これ池さんでいいのかな、池さんの写真、紹介していきます。ちょっと縦構図になるんで、いつも通り縦構図を横に、表示にしていきます。はい、池さんの写真1枚ですけどね、紹介していきました。これ、ミノルタ A2 っていうね、古いカメラ、レンジファインダー機ですね。で、フィルムがネオパンアクロスの100、自家現像ということでね、なかなか頑張ってますよね。まあ、僕も自家現像、やってるんですけども、まあ、アクロスはね、自家現像するには結構ね、いいフィルムです。素直だし、巻きやすいんですよね。厚さがね、舶来物のフィルムだったらペラペラで薄かったりするんですけど、アクロスは巻きやすいです。自家現像向きの、フィルムになります。で、アクロスね、微粒子なんでね、かなりシャープに撮れておりますけど、結構ね、ハイコントラストで撮れてますね。まあ、スキャンの状況がちょっとわかんないですけど、結構いいコントラストで撮れてますね、これ。僕はアクロス使うとね、なんかね、難聴になりやすいんですけどね、いい感じで撮れております。はい、次が、ハンドルネーム、中年坊主さんかな。中年坊主さんが、撮った写真を紹介します。はい、中年坊主さん、これ三島大社っていうのかな、三島大社っていうのかな、桜。カメラがね、ペンタックスの LX、レンズペンタックス A50mm、良いカメラと良いレンズをお使いですね。フィルムはね、コダックゴールド200、僕も使ってるフィルムですね。これね、いい色出るんですね、コダックゴールド。ディテールもなかなかですね。やっぱ 50mm 単焦点。ペンタックスのレンズなかなかいいですよね。楽しい雰囲気が出ております。はい。次が、これね。これなんて読むんだろうな。トシキューさんでいいのか。一トシキューさん、の写真を、紹介させて、かなりね、力作ぞろいで枚数たくさんいただきました。一気に紹介していきますよ。一都市九さんの、写真を、紹介しました。1枚目と2枚目はね、これね、いわゆる、バカチョンカメラ、コンパクトカメラですね。富士ズームカルディア2000っていうね、カメラで撮った、フィルムがアクロスですね。かなり、これもね、結構ハイコントラストで撮れてますね。で、バカにできないですね。結構シャープに撮れてますよね。コンパクトカメラ、僕もね、何台か使いましたけど、コンパクトカメラなかなかなんですよね。バカにできない写真撮れます。で、3枚目と4枚目、これね、
こんな感じで送ってもらって、まあどっちも載せる必要なかったんですけど、ちょっと微妙に構図が違うんで一応両方載せました。ペン EE2 にね、クローズアップレンズを、使って、撮影した写真になるみたいですね。記録用100、富士の記録用100で撮っておられるようです。で、その次がね、ジョロの写真。これがね、ニコン FM3A で、AI ニッコルの 35mmF2S、アクロス100で、撮られております。やっぱニコンのレンズいいなぁ。でもみんななんでこのアクロスでこんなにハイコントラストで撮れるんだろうな。不思議だ。僕が下手くそなだけなのかな。で、4枚目以降、ニコンのね、F80D、AFS ニッコール 83mmG、記録用100、28300でこんな綺麗に撮れるんだ。これね、10倍ズームっていうのは僕使ったことないんですよ。で、この間ガラクタで入りましたけど、カビだらけの、ね、28300、カビだらけのやつばっかり入りました。結構シャープに撮れてますね。背景ボケはやっぱちょっとざわつくのかな。さすが高倍率。でも、シャープに撮れておりますね。色も出てますね。侮れません。28300ね、まあ、広角からね、超望遠まで撮れるということでね、使い勝手がいいレンズになりますよね。こんだけ撮れたら十分ですね。僕もちょっと使ってみたくなりました。はい、次がね、ケンタナさん。ケンタナさんの写真ですね。はい、紹介していきます。はい、ケンタナさんの写真はね、これ駅構内でしょうね、多分ね。僕の大好物のね、銀河鉄道39のメーテルが写ってますね。一応私オタクなんでね、で、39はもうドンピシャでストライクの年齢層なんで、オリンパス OM1 でね、随行 50mmF1.8、フィルムはね、アクロスの100です。こちらもハイコントラストで撮れてますね。なんでこんなハイコントラストで撮れるんだろうな。不思議だ。もうちょっとアンダーで撮ったらいいのかな。俺ちょっとオーバーで撮りすぎてんのかな。ちょっと参考にさせてもらおうと思います。はい。次がね、アルファ K さん。アルファ K さんの写真になります。はい。紹介していきます。はい、アルファケイさんの写真ね、これね、ニャンクがこれ寝てるんですけど、この写真ね、ミノルタのハイマチック7で撮ってるって言うんですけど、これデジタルと見分けつかないですね。いい色が出てますし、シャープです。いやー、これ古いカメラですけどね、富士カラーの100で、撮っておられるようです。はい、今日の動画はね、一応こんな感じになるんですけども、視聴者さんからの写真、これからね随時、紹介していきます。ない時はね、なしになるんですけど、前触れの動画の前触れとかそういう時に、本日の視聴者さんの写真みたいな感じでね、紹介していくと思いますね。随時受付しております。で、僕はフィルムカメラメインですけど、別にデジタルでも構いませんし、スマートフォンの写真でも構いません。これかっこいいな、いいの撮れたなとか、これは面白いなって、ネタ写真でも全然 OK です。写真をね、どんどんね、送っていただけたらと思います。で、ちょっとね、送っていただく手段がね、ツイッターしかないんでね、残念ながら、ツイッターの DM、で送っていただければと思います。アカウントがない人はちょっと作っていただくしかないですね。で、ツイッターの方はね、中年オタッキーで検索したらポンと出てきますんで、中年オタッキーで検索して、よかったらね、フォローしてください。今日の動画はこんな感じです。次の動画はね、こいつの紹介、ちゃんとしていきますんで、今週はだから、3本動画が上がることになるかな。まあそんな感じで、写真をね、バンバン、結構ね、
なんていうんですか、他のカメラ系 YouTuber の方はあんまり作品が出てこないページが多いような気がします。もう自力だけではね、ちょっと限界があるんでね、あの視聴者さんの力もお借りして、あの視聴者参加型の、写真をみんなで、見る、ような動画にしていこうと思います。で、あの、インスタグラムとかだったらね、あの、いいねとかつくじゃないですか。あれはね、僕、逆に雑念を生むと思うんですね。あの、いいねがたくさん欲しくてね、フォロワーをいっぱい増やしたりとかね、してる人もいますけど、あんなどうでもいいねなんかどうでもいいんですよね。あの、見て、あの、黙っていいねと思ったらいいねと思ったらいいし、あの、良くないと思ったら良くないと思えばいいんですよ。もう僕はそんな感じで思ってますけどね。だから、あの、特にね、その、悪い評価とかいい評価はつけません。どんな写真だなっていうぐらいの、今日みたいな感じの紹介はしていくと思いますけど、こんな感じの紹介で、視聴者さんの写真どんどん紹介していきます。あんまり増えすぎたらね、紹介しきれなくなる場合も、まあありますけど、今日みたいにね、あの、視聴者さんの写真だけの週もあるかもしれません。で、カメラプレゼント、ようやくね、なんか、千葉県の、停電がほぼほぼ復旧したらしいんですけども、もうちょっと遅らせますね。まだまだ、あの、災害直後なんでバタバタしてるみたいなんで、10月に入ってから、カメラプレゼントは考えます。で、カメラプレゼントの時は DM がね、殺到するんで、写真の受付は一旦中断することになりますんで、カメラプレゼント前に写真を送ってくださいね。はい、今日の動画はこんな感じです。いいなと思ったらね、いいねボタンを押してください。で、こっちだっけ？もうわかんねえや。あの、丸にね、カメラの絵が、書いてあるのがね、チャンネル登録ボタンになりますので、チャンネル登録、よかったらよろしく、他の動画も見ていてくださいね。それでは今日はこの辺で、また、最後まで見ていただきありがとうございました。